開始した。はい、どうもケイタ店長でございます。あと、この間撮ってくれたジョー様です。よろしくお願いします。今回もちょっとね、入れ墨の、まあ、入れ墨のトークっていうか対談、あのまたツイッターで飛んできた質問を何個か聞いてが1本目。もう1本今日ちょっと撮ってもらおうかと思ってて、まあ、それはちょっとまた別の日に投稿するんですけど、とりあえず最初のあれは言いた方がいいよね、せっかくだからね。もう、うん、だってこれだけだと普通の人が撮っちゃうみたいだからというわけです。これ俺映ってんのかな。ちょっとさ、そっち行ってみて。これ水着だからね、下着じゃないから。この間も言ったけど、これ俺映ってるよね。映ってる。ここら辺は映ってる。うん、映ってる、バッチリ。大丈夫ですか。じゃあ大丈夫。それ多分ちょうどここはどこ映ってる。映ってるんじゃないかな。映ってる。いいんじゃないですか。そう、まあ、これは前回の動画見た人はもう知ってるけど、そう、こんな感じの、今回から初めて見る人は覚えてください。なんていうの、入れ墨の何で通ってる通りなの。入れ墨、いや名前、何で言ってるの。女王様で言ってる。今のところは女王様。そう、すごい。さっきあれ前回の動画でも言ったけど、すごい。三社祭りとか、あと何、三社祭りとか、あと何だ。今のところはまだ三社祭りだけなのかな。でもなんかインスタもフォロワー7000人までだよね。もうね、もうちょっとで。全然画像投稿してないのにフォロワー7000人ぐらいだし、ツイッターはなんか思ったりか、そうそう、ツイッターはなかなか上がらない。思ったりか、そう、なぜか知らないけど、まあ、結構有名な人だから、まあちょっとでね、入れ墨半角スペース多分女王様って多分 Google で打つとね、いろいろな写真とかも出てくるようなね。結構したの。した。しかも会社で会社で検索出てきた。めっちゃ出てきた。そう、そんな感じで有名な人だから、まあちょっとこれから入れ墨興味ある人というか、入れ墨好きな方は覚えてください。で、これからちょっといろいろまだなんかね、売っていくようなイベントとかにもね、出演していくような感じなんで、まあとにかく覚えてくださいっていうのと、で、質問が飛んできてて、まあ、最後の方ちょっとくだらない質問かと思うんですけども、だけど、まず1個目の質問がツイッターできたのが、入れ墨を入れた時っていうか、入れ墨を家族に、まあ、バレたっていうか、家族がその、なんていうの、入れ墨をジョー様が入れてるっていうのを知った時にどういう反応をされたかっていう質問。反応は、もうその時には時すでにお寿司で、私も体全身に入ってたので、感染後、感染はまだしてないけども、もう消すには大きすぎるサイズだったから、もうしょうがないよねみたいな。ああ、でもそんな感じ、感じ、うん、そんな感じ。何やってんだよ相手が、パパ。もう諦められてたね。ああ、そうそう、なるほどね。パパにね、え、全然何もそんな、どうしたんだよお前それ。いや、そこまではもうなんないね。時すでに遅しだったから。いつバレた、どういうタイミングでバレた。え、私その当時一緒に親と住んでたんだけど、バレたこと一回もなくて、お風呂も別に一人で入るし、そう、俺のスプロピンクそう、一人でも入るし、服着てるから隠れてて見えないようにやってたし、私バレたことなくて、昔の当時の元彼にバラされたっていう。バラされた。どういうことバラされた。親父に、うん、お前の娘入れ墨全身入ってるぞっていうのをなぜか言われてそんなニュアンス言ったのね、そんなトーンで。そんな、そうそんな感じで、なんかバラされちゃって。揉めてるじゃんそれ。そう、ちょっとその当時結構いろいろと揉め事が多くって。そうだよね、喧嘩口調だよそれ。そう、ちょっと別にその元彼ともその当時は別に付き合っても、なんか別れた後だったのかな、また仕返しみたいなのされちゃって。あー、なるほどね。リベンジポルノじゃないけどね。そう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 、まあリベンジなんだろうね。そう、なんか入れ墨バラシみたいな。でも別にそんなに、まあ別にがっかりとかされなくて、別に怒られたりとかもな、うん、そう、まあとりあえずまあよく言われるのは、お前はどこに行きたいんだと。まあ別にねどこだろうねみたいな俺はさ、一番最初に、まあ自分妹が最初にバレて、まず俺親父知らないんだけど、親父が結構昔肩着だからさ、肩着が入れ墨入れてんのっていうのは、なんかそういう系の男だから、母ちゃんは知ってんだけど、入院した時の救急車がなんかの中で応急処置かなんかの時に、一緒に同伴してください誰かって言われた時に、母ちゃんが同伴した時に、あの応急処置の時にバレて、でもなんか、あーって言ってた。がっかりだよとか言って、何がわかるんだ、人殺したわけじゃないんだからいいだろうって言ったら、まあそうだけどって言ってたけど、まあ、そんな感じだったんですよ。まああんまりやっぱね、昔の人でね、普通の人はね、うん、
かイメージアップ良くないみたいな、あんまりうちの子家族があんまり、うん、まあ別にそんなに怒ったりとかあかん、まあしてなかったけど、まあ、怒られる人もいるみたいな、まあ、いるんだよ、そうそうそう、うん、まああんまり意味イメージないからね、そうね、そう、まあこんな感じあって、そんなに思ったよりかあの、まあ、元彼からのリベンジカミングアウトで、そうそう、でもう一個次の質問が、うん、昔は入れ墨入れる前は、うん、どんな女の子でしたかっていう、でも学生時代、中学校、高校、学生時代、あ、私でもよく言われて、今でもその私の高校生時代を知っている友達が言うにはすごく純情な子だったみたいですね。それは性格的に見た目も、見た目も全て、うん、なんかすごい純粋な子だったのに、なんでそんな風に入れ墨全身を入れるようになってしまったのみたいな、何があったのっていう心配をされたのかな。で、なんだろう、よくさ、世間のイメージ的にはさ、やっぱ入れ墨、ヤンキーみたいなね、不良、アウトサイダーみたいな感じのイメージだけど、うん、学生時代の時別にヤンキーだったとか、不良だったとか、そう、私全然そういうのなんか、興味なかったから。ああ、なるほどね、うん。だってね、大学もなんか、どうたらこうたらって言ってたからね。そうそう、推薦決まってたんだけど、推薦で大学すごい、まあ。そう、決まってたんだけど、まあ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 、よくある感じでね、定額くらって、補釈かっていう。定期ってのさ、定額くらってるの、それはあれヤンキー行為じゃないですか。ヤンキー行為でも、でもやっぱその、同学年の先生たちにはすごい嫌われてたかな。これさ、回ってるよね、これずっとこれカメラ回ってなかったら一人で喋ってことあるからね。回ってるね。うん、よかった、俺ちょっと不安に煽らんの。で、そヤンキー行為じゃない。いや、ほらなんか、あるでしょ、みんなタバコ吸うでしょ、高校生って。まあそういうことね。なんかそれが普通に、うん、私はまあなんか静かに吸ってたんだけど、なんかバレちゃって、ね、定額処分っていう、それでこしゃった。ね、まあまあそんな感じ。まあ、まあよくあるバカな話ですよね。でもそんなに別に昔はね、それヤンキーだったっていうか、そういうわけではない。全然そういうのはなく。真面目なの？で本当に真面目なことでもタバコ吸わないからね。でもなんか裏表がすごく激しいみたいで、うん、本当になんかその、同じ学年の先生たちには嫌われて、何をするのか一番わからない女だから一番なんか目つけてるっていう。それは真面目だったの、それ大丈夫それ。だからその大まかにそのみんなが知ってるような悪いことをすぐわかるような子っている。ほら普通のヤンキーの子たちってあからさまにほら悪いことをしてるってわかるでしょ。そういうのを一切出さないから一番怖いやつね。そうそう、一番面倒、ミステリアスですね。そうそう、一番やばいやつだからって、まあね、いうふうに言われてきてたかな。オーラがミステリアスなの最初だって、俺一番最初にその会う時までは相当でも怖い人だなっていうふうに思ってたからね。そりゃそうだね、もう外見だけが見たら怖いもんね、普通の人から見たら怖い。でも裏表別にあるわけではないんだけどね。背中だったら海のみんなで撮った撮影の写真とか見たけどさ、インスタの、うん、近づかないもんね、あの集団いたら怖くて。俺逆に水着とか慣れないもん、なんか怖水着なる、だってほら海ぐらいしかやっぱり行けないし。まあね、怖いよ。まあまあまあ、でも普通の学生だったと思うでしょ。普通に学校行ったし、勉強もしてましたと、うん、ね、別になんかその本当に暴走族やさとかさ、連携されてますとか。世代的にその私とかの世代ってもう暴走族自体がむしろもうダサいっていう時代だったから、まあ、だんだん衰退してきてしまってたとこある。ヤンキー自体もそうダサいっていう時代だったから、逆にそういう子たちはどうなんだ。それは今2校したでしょ、俺の時って。もう、うん、B-Boy 世代だったから、もうみんなヤンキーは全員 B-Boy みたいな、うん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 、パンチパーマに B 服いなかった、いなかった、いなかった。だからほんとダサいっていう時代だったから、東京だね、都会だから。だからほんと地区によって違うのかもしれない、そこら辺は。ああなるほどね。俺なんかもうジャージ着てればかっこいいと思ってたもんね。ジャージ、いなかった、いなかった。ジャージ多分いたのかもしれないけど、逆にいるのがほんとなんか少人数でどうしたのみたいなっていうふうに言われてるような感じだったね。100円のサングラスとかめっちゃした、キャンドゥのサングラスとかしたんで、キャンドゥね。でもあのテンザみたいなパンチパーマに B-Boy の服着て流行ってたんだよね。まあなるほどね、やっぱ地区によって違うんだね。まあそうそう、まあ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 そんな感じか。そんなにじゃあ別に昔はほんと普通だった感じ、ね、私は別に今でも変わらず普通、うん、でもやっぱ多いじゃあ多いのかね、やっぱ入れ墨入れてる人で、あんまり、まあ、そこが悪いっていうかアウトローみたいな人もまあ多いっちゃ多いんだよ多分ね。うん、そうだね。まあそんな人ばっか最近は増えてきたから、そういう人ばっかりじゃないけども、やっぱりそういうの多いっちゃ多いかもしれない。まあでも全然普通だったみたい、俺も全然普通だったしね、うん、でね、この後のね質問がね、すげえくだらないこと、 YouTube のコメントで来たね、うん、
コメントなんだけど、恋愛対象は入れ墨を入れてる人限定ですかっていう。あ、私は逆に入れ墨入れてない人が恋愛対象かな。そうなの？私がすごい入っちゃってるから逆に入れてない入れてない方が私的にはすごく嬉しい。あ、でもただそれは限定ね。入れ墨入れてない人限定。え、別にほら入れてる人とも確かに付き合ってたことはあるけど、私の理想は入れ墨を入れてない人。あ、そうなんだ。うん、へえ。あ、別にじゃあどっちかというと入れてる人よりか入れてない人、え、どういうこと？どっちでもいい、本当はでも中身さえ良ければ別にどっちでも、そうそう、別にどっちでもいいんだけど理想は入れ墨を入れてない人がいる。あ、そうなんだ。ええー、ちょっとそれは意外。芸能人で言うと誰？芸能人？え、まあちょっと芸能人だと入れててか、まあまあまあ入れてる人がいたとしても隠しちゃってるからね。そうね。芸能人で好きな芸能人を言えばいいの？そう。何人かあげていい？相川翔さん。相川翔。あとあの V シネの中野さんね。オラオラじゃねえかよ。あと一番好きな人は寺島進。寺島進ってよくたけしの映画出てる。そうそうそう。オラオラじゃねえか。結局オラオラじゃねえか。入れ墨超入ってそうじゃねえか。いやなんかね、男臭い人が好きで顔はね。あ、男臭いけど入れ墨は入ってないような人。うん、別にまあ中身が本当はよければ別にいいんだけど。本当一番好きなのはエミネムなんでしょ。うん、そうなの。一目惚れしてるの。エミネムと。あのチェスターね、リンキンパークリンキンパークのチェスターでしょ。そう入れ墨入ってるけど、うん、好き。あ、入れてる。じゃあまあ恋愛対象は別に入れ墨入ってても入ってなくてもいいけど、どっちかというと入ってない方がいいと。そう。はあ。そういう質問来てたんで、それでその人も同じ質問その同じ質問者なんだけど、うん、ジョー様は S ですか M ですか、俺の予測的にはド M っていうコメントなんだけど、あー、それは、うん、まあベッドの中で確かめてね。あー、なるほどね。それ内緒ってことでしょうね。そう。それはもう知る人のみず、ん、知る人ぞのみし。そう、合ってるわ。そう。そういうね、くだらない質問がね、飛んでくるのよ。あと前回の動画見た人でね、あの後やったんですかとかセックスしましたかとか、いや、してないから、そんなの。すごいね。なんであの動画、カラオケの動画撮った後にどうやってやる流れなの。でもまあ男と女がいるってことは基本的にやっぱやるっていう考えに発展する人はまあ確かに多いかもしれない。まあね、まあ俺も同じようなこと言ったから。そう同じようなこと言った。だから要は多いってこと。そうだね。でも大丈夫、やってないですよ。やってたとしてもやってないんです。で、公表しないから。そんなこと。いや、言ってないよ。そういうくだらない質問をしないでください。今後ね、多分活躍していくから、いろいろな方面で。でも、イベントとか、だからこれ、俺の動画見てるとそんなビッグな人、多分いないと思うけど、もしいて、ね、イベントとか、あと撮影も別にあれだよね。撮影って個人的に、例えば、Facebook なり、うん、まあ、そういう SNS で、例えば女王様に、撮影したいんですけど、うん、個人的にね、うん、別にプロのカメラマンとかじゃないんだけど、個人的に撮影したいんですっていうふうにお願いしたら、撮影自体は許可が出る場合がある。あ、もう全然、うん、もちろんそれはもうマネーが発生するわけでしょ。うん、お金さえ払えば撮影どうやら OK らしいよ。場所代を持ってもらって、撮影もそのシステムがよくわかんない。撮影でもだって結構やってる、ね、うん、うん、そうね。それ何、それさ、でも撮影、まあでもやっぱカメラマンさんがもう場所決めてくれて、うん、みんなプロのカメラマン、こ素人も、素人の人の声もかかるし、今そのプロカメラマンとして名前を売っていきたいっていう人と最近よく撮影をしているかな。え、素人の人とも 声かかったことあって、実際に素人の人と撮影をしたこともある。うん、ある。それは何、それなりにでもあるけど、そう、写真集で使おうかと思ったけど、まあでも、まあ、それはまた別の機会でもいいのかなっていう。でもやっぱ一応その素人の人と撮影をしたことある。うん、それはギャラが発生する。ギャラっていうか、まあそれなりに謝礼みたいな。あ、そうか、それはシークレット、シークレットだよ。そうそう、お金の話はシークレットね。ただまあ一応素人の人と撮影もできることはできるってことね。うん、あ、じゃあもし撮影したい人いたら、まあただしただ変なことはやめてくださいね。それはそうだよね。やっぱいるの、そういうの。そういうの、そういうの。でもさ、でも本当顔知らない人って怖いじゃない？怖いね。うん。だからなんかちゃんとはっきり、素性がはっきりしてる人じゃないの。え、結局さ、やっぱその、いろんなその、よく SNS 見かけるんだけど、うん、撮影したいんですとかね、モデル募集してますとかいう書き込みとかあるじゃん。
実際にさ、やっぱそのエロいことをさ求められたりとかする？私は今のところない。あ、そういう風なことに匂わしてくる人もいないです。いない。あ、なるほど、なるほど、うん、なんか俺なんかああいう個人的な撮影ってなんかどうしても卑猥な方に妄想が膨らんじゃうんだけど、まあ、男はみんな変態だからそれはしょうがないのかもしれない。なんかね、いや大丈夫だ、セキュリティじゃないけど安全面では大丈夫なのかな、なんか結構思ってた。今のところはそういう人はいないかな。お、なるほどね、うん、意外とラッキーなのかもしれない、知らない。でもね、こういう格好して、ね、なんか出てるとね、ビッチなんじゃないかなって多分ね思ってる人結構やっぱいるんだと思うんだけど、そういう系のメッセージとかは送らないでください。俺の動画見てなんか嫌な影響があったら嫌だからあれだけど、別に本当にもう全然ビッチとかそっち系じゃないもんね、うん、違う、本当清純、ただ入れ墨がちょっとね結構いかついけど、このさ全然そういうなんていうの、なんか入れ墨入れてる子ってなんかその脱いでる子なんかみんななんかビッチじゃありまんでしょみたいなね、うん、言ったやついるの、うん、全然違うからね、関係ないからそんなリズミと、まあ、人それぞれやっぱ個人、まあそんな人はその人、そういう人もいるんだろうけどね、そういう人もいるんだろうけど、全然みんながみんなそうじゃないから、なんか変なメッセージは送らないでくださいよ本当に。俺の動画出たからって変なイメージがあったら嫌だから、まあ、私基本 DM 見てないんであ、そうなの、見てないね、ツイッターの、うん、見てない、見てない、見てないんだって。じゃあどっからコンタクト取ればいいんですね。うん、あ、だからなんかパッてパッてなんか目に留まれば、フィーリング、フィーリング、そういうことそんな感じ。何分撮ったかな、2本目撮るから、これあんま長いとね嫌なんだって、投げんだよお前の動画カスとかね来るから、メッセージがさ16分34秒、いいんじゃない、いい感じじゃないですか。じゃあ閉めて、閉める、私が、そう、閉めて、俺ってこれストップボタン押さないといけないから閉めてじゃあ見てくれた皆様ありがとうございました。またまたでまたまたまた、はい、わかりました。じゃあ消しますよ。はい、ケンタ店長でした。さよなら。